こんにちは、防災職員みなやとしです。今回の企画はですね、前回僕がボスのことをどれだけ知ってるかというクイズをやったんですけど、今回はその逆バージョンということで、ボスが僕のことをどれぐらい知ってるかっていうので、前回とはちょっと違うパターンなんですけど、やってみようかなと思います。ボスはどれぐらい答えると思いますか？ちなみに29問あります。29問、3問正解ぐらいでそれで十分かな。まあ、都市は前回ボスのこと半分ぐらいだった。はいはい、半分ぐらい。ボス3問。まあでもね、まあ俺は佐藤のこと全て分かってる同じハードルの上げ方、まあまあ、パーフェクトぐらいにはいかんとね。まあ、いけると思いますけど、ね、でも基本はほら、あれじゃないですか、弟子が師匠の話を聞くっていうのはまあ当たり前ですけど、弟子がこう師匠にベラベラ話すっていうこともあんまないと思うんで、だからまあ、まあ問題によるわ、ね、問題によりますか。都市どれぐらいいけると思いますか？だから僕が半分ぐらいですよね、うん、その半分4分の1ぐらい。じゃあやってみましょうか、はい、やってみますか、はい、これはもう同じタイミングで書いていいんですね。同じタイミングで、あ、ルールとしては、はい、ルールとしては同じタイミングで書いていただいて、ボスに先出していただいて、トシが後で。ああ、わかりました。ボスで書いてます。はい。ボスの答えを見てトシが書いてます。いや、それはずるいですよね。じゃあ、質問でいきます。はい。トシの出身地は？はい。じゃあ、ボスどうぞ。はい。大宮。うん。すいません、僕埼玉って感じです大宮、正解です。埼玉の大宮です。大宮です、ね、大宮です。こう、ボーナスじゃんいきなりボーナスもいきなりボーナスもらおうとしてこれはまあ簡単な、はい、簡単ですね、はい、うん、じゃあ、第2問、はい、うん、子供の頃の夢を。え、都市の子供の頃の夢を。これちゃうか、知ってるんじゃないですかね。プロ野球選手いいですか、はい、プレイキスこれは、ね、知ってたんですね。これはほら、いや野球ショッタイムも聞いとるし、はい、あ、まあでもなんとなく、うんうん、次、うん、都市の自身のチャームポイントは。チャームポイントチャームポイン ト, イント、これボスも同じ質問ありましたよね。あ、そうそうそう、同じ質問、こうか。じゃあ、ポスト。笑顔。笑顔。お。笑顔ですね。ほらほら。正解。3問連続正解。はい、あ、本当に。これボス用にちょっと簡単にしてる可能性は。いや、でもなかなか当たらんけん。ああ。そんなもん。こっちの立場になると、本当にあれですね。うん、難しい、ね。いろんな選択肢が出てくるんで、難しいです。うん、トシの盆栽以外の特技は。盆栽以外、以外、あ、特技か、特技、特技、まだ盆栽はまだまだやけん特技とは言えんけど、あそうですね、特技。じゃあボスト、コミュニケーション能力コミュ力が高い。あ、なるほど。あ、そういうのはあれでしたね。いいんですか？剣玉とか、剣玉、剣玉とか言わんと。僕スポーツですかね。ああ、スポーツ、はい、あー。ちょっと深読みしすぎたね。そうですね、野球やけんの。そうです、そうです。もうスポーツでよかったね。はい、次、うん、都市の好きな盆栽の樹種は？え？樹種。樹種。ああ。樹種か。好きなんやん、なんでも、うん、好きなん。あ、いっぱいあるけどな。じゃあ、ボス、それはもう黒松でないと許されん。あ、そういうプレッシャーもあったんだ他の樹種を変えたらもう終わりかもね。じゃあ、どうぞ、はい、
同じ黒松だよね。安心しましたね。本当に黒松、黒松ですね。まあでも黒松と心拍しかそうですね、まだな、はい、次、じゃあボスに初めて教わったことは、ボスは覚えてるはずです。もう何よ、教わり、トシがボスに初めて教わったことです。教わったことか、うん、何やろ。まあ分からない、コミュニケーションなのか、ちょっと水やりの仕方とか、なんかそういった盆栽の技術的なことなのか。これ漢字が分からんな、これ。はい、ボス、これ漢字が分からん。盆栽地獄へようこそ。ウェルカムトゥー盆栽ヘルっていうね。ああ、盆栽地獄へようこそ。ああ、って言ったんです。そういうことか。いや、そのくらい盆栽は大変ですよって。ああ、なるほど。はい、じゃあ私どうですか。僕はシンプルに針金かけだったそうですね。それはそうじゃんな。だんだんボスが外れていきましたね。今でも 何割ぐらいいってるんですかね。結構いい感じじゃないですか。4、だから半分ぐらいですね。お、半分いってる。ほとんど同じ答えやけど。同じ答え、同じ。じゃあ次、うん、トシが最近一番嬉しかったこと。嬉しかったこと、嬉しかったことか。おさんも書き始めた。そんなにすぐ出てくるかな。嬉しかったこと、最近ですよね。一番最近、本当ちょっと、ちょっと安心したとか、そういう系ですか。え、じゃあボス、最初昨日の焼肉とかギャグで言ってた。画風展で自分の作業した心拍が売れたこと。あ、これは嬉しかった。言ってたしな、ライブ配信。はい、これは嬉しかった。俺よく知っとるやろ。ああ、よく知ってますね。よく知ってますね、ボス。はい、じゃあどうしよう。僕はですね、国風に無事から一人で帰ってこれた。まあでも画風展も、画風展はこれは嬉しかったっすね。いや、これが一番嬉しいんよ。ああ、これは嬉しかったですね。あの、基本的にプロとしての。ああ、うん、都市が最も尊敬する人物は。最も尊敬するか。はい、最も尊敬する。尊敬してもらいたいやんな。あ、そうそう。そうですね。平松浩二。それ以外の答えがあるのか。そうそう、これ以外やっちゃったらね。あ、ボスですね。これは当然ですね。まあ両親とかもね、もちろん、まあ、それはそれ家族とかも尊敬してますから。それはそれ、うん、でもやっぱりボスですね。うん、はい、じゃあ次、自分、都市が自分を四字熟語で例えるなら何？うん、自分をか。都市自身。うわ、そんな聞かれても分かんない。書けるんだ。書けるんだ。もうパッと出てくるのこれしかないですね。四字熟語やろ。でも四字熟語ですね。四字熟語の佐藤か。佐藤のこの苦労を表す四字熟語やもんの。あ、なんかイメージあるんですね。造語でも。うん。で、造語にしたけどな。ああ。じゃあ外れですわ。前か、これで。はい、じゃあ、そうそう。石の上に35年。35年。いや、俺が35年やったから、やってるから。はい、じゃあ、どうぞ。僕は、あの、これ、書士貫徹でしたね。あ、書士貫徹か。はい、まあ、いろんなのがありますけど。それ、盆栽マスターならなの。そうですね、うん、ボスの下で、盆栽マスターになる書士貫徹の。はい、次、書士の今の夢は何？今の夢？はい、どうぞ。早く一人前になる。まあ、それはもう当然ね。もうほぼ正解だと思うんですね。ボスの下で世界で活躍できる盆栽家になる。うん、それはそうです。そうですね。まあ、まあ、そうですね。これはもう。それが一人前。まあ、英語もの、だいぶ喋れるようになった
です。やっぱりボスを近くで見てるんで。うん、じゃあ次、今ボスに対しての不満は。いっぱいあるんちゃうか。不満？不満。これやな。不満。あ、ちょっと。ボスを。よ。もっと働け。いや最近ちょっとほら疲れが出てた。ちょっと気分が乗らんとかね。はい、これは正直に言うたらいい。正直に言っていい。正直に、はい、正直に。はい、ずっと正直。基本はないですね。はい、基本ないですけど、やっぱ健康面。かっこ健康。はい。で次、弟子になって幸せに感じること。ない。ないんやけん、弟子は地獄やけん。ないことある？いや、僕はちゃんと答え書きました。あ、ほんま。あ、僕はもうボスのそばにいてる。本気で答えるの？本気です、本気。本気やね。はい、本気です、本気です。いっぱいあるんですよ、はい。いい盆栽を見れるとかね。はい。ないことはないぞ。まあ基本的に地獄やね。まあこれだけは言うとくわ。次、ボスの作品で一番感動した盆栽は？一番感動した盆栽？いや俺の作業したもんやろ。引っ張るぞ。でもそこまで。いっぱいあるな。そんないっぱいないやろ。ずっと作業しておるだけやけんさ。まあいろいろな佐藤に俺の黒松の作業を見せとんで、まあ黒松全般かな。黒松全般。うん。それもありますけど。うん、あの一番インパクト受けた商品の心拍。あの半券の。左流れで、去年一昨年の暮れぐらいにボスがやったやつなんですけど、あれがこうなるっていう。じゃあ、ありますか？いや、もう売れちゃったんですよ。あー、もうないんか。あれどこでガフーって出たかもしれないです、多分写真ボスのインスタには上がってるんです。あ、上がっとんか。はい、あ、じゃあ後でチェックします。はい、はい、あ、皆さんもぜひチェックしてください。はい、ボスのインスタ。ボスのインスタ、はい。じゃあ次、ボスを一言で表すと。まあ、俺はまあこれはね、希望を込めて。じゃあ、まあ、このな、研修所も名前になってるけど、たくみと。おー、一言やけんの。一言です。になりたい、たくみっていうね、になりたい。もう、うん、もう匠ってことですよね。世界の平松。世界の平松。もう匠じゃないと世界には名は通らないんで。はい、ああ自分で言う恥ずかしい。あ、そうですね。弟子を辞めてやろうと思ったことが何回ありますか？何回あるか、もう何年？2年か。1年、半ちょっとですか。1年半ちょっとか。はい、まあ妥当なとこで3回それはなんとなくの3回。なんとなくの3回, なんとなくの3回。まあ1年半だったら3回ぐらいかな。ああ、なるほど。まあそんぐらいやろ。3回、うん、僕は正直0回です。正直に0回。はい、一回もない。ないです。で、しんどいなって思うときは、それは体力的にとか、それはあるわ、ね、あの疲れが残ってるとかありますけど、うん、それでじゃあやめようっていう考えにはならないですね、まず。俺はそっち思ったけどね。ラスト、今日の盆栽職人都市のチャンネル登録者数は、え、現時点での、はい、収録時点のチャンネル登録者数は マジか。え、何がマジや。何に対して。いやいや、何。これぐらいかな。え、ぴったりじゃなくてもいいですか。その波数はいいですよ。ぴったり狙ってください。ぴったり狙ってください。これは僕も分かんないです、ね。うん、じゃあこうしましょう。うん、はい、ボスどうぞ。5300。おお、どうぞ。5352。
正解、5354人です。うわ、惜しい。おー、すげえ。あと2人、ね、はい、はい、すげえ。すごいの、はい、ニアピンですね。はい、ニアピンです。まあ、その数字よりもこのニアピン、ニアピン、はい、嬉しいですね。はい、ということで、うん、合計で10問でした。正解が10問でしたもん。え、10問10問です。何問あって10問なんで3分の1 でも思ってる、ね、思ってたより答え予定通りだ。予定通り。いや、ボスも思ったよりは全然正解多かったですね。まあでもほとんど劣るじゃん俺の。医者のこと言われた。いや いや、劣るんやって。今回は僕のことをボスがどれだけ知ってるかっていうことでしたけど、思ったよりボスが、はい、知ってました。はい、そうですね。まあ、分かってなかったらね、親方として失格。まあまあ、ずっとやっぱり一緒にいるっていうのは、いや、それはそうよ。そうですね。はい、どうですかね、楽しんでいただけたんで、うん、はい、良かったかなと思いま す、ね。それではじゃあまた。まあ、ぜひ遊びに来てください。あ、遊びに来てください。ぜひ、はい、こんな感じでやってますのでお願いします。それでは。